抗え、この世界の運命に。約束のネバーラジオ。皆さんこんにちは。テレビアニメ約束のネバーランド、エマ役の諸星すみれです。フィリ役の河野日和です。この番組はフジテレビノイタミの他でオンエア中のテレビアニメ約束のネバーランドをより楽しめるハウスにリスナーの皆さんを閉じ込める禁断の箱庭ラジオです。イエーイ。先週第3話が放送されました。感想をね、はい、一言で言うと、ムジカかわいい。いやー、それな、女神、女神、本当に本当超かわいい。いやー、はい、よか、私は、うん、幸せかな。ね、幸せだった。なんか、ね、のほほんとしちゃったけど、ちょっとうるっともきちゃったし、ね、あったかかったよね。あったかかった、ね、うん、みんな心優しくて純粋で、ね、そうだ、素晴らしい。もうね、バッチリ今回もね、うん、この後もね、第3話のおさらいをしていきたいと思います。はい、その前に、前に今日も素敵なゲストの方をお招きしております。早速ご紹介させていただきます。ネバラジ初登場なこの方です。あ、こんにちは、ムジカ役の種崎あつみです。よろしくお願いします。ようこそお越しくださいました。あのオープニングの曲ズンズンって始まる。あ、こんな音楽で始まるんやつ。ちょっとおしゃな感じなんですよ。おしゃなんですよ。おしゃですね。ちょっとびっくりしました。はい、いや、こうしてね3人でお話しするというか、会うこと自体も初めてですからね。特に私は収録が一緒じゃなかったので。そうだよね。そうなのですよ。さっきこうご挨拶してるの見て、あ、そっかと思って、初めてか。しかも私あの2期フィルじゃないからSPでしかまだ喋れてないからさ、そうそう、ドキドキなんてしつつ。いや、あのなんか種崎さんはすごい以前から約束のネバーランドが大好きだったってお話を聞いたりもしていたんですけど、ネバラジの存在はどうですか？ご存知ありましたか？これ言う、全然もう言っていいですか？いや、あの私この作品の原作がすごい好きすぎて、はい、あの私もオーディション受けていてで落ちてるんですよ。ムジカじゃない役を受けてて落ちてるので、こんなに大好きなのに関われないなんてもう見ないと思って。めちゃめちゃわかります、その気持ち。なんで離れてたのもあってラジオの存在も知らなかったです。そうだったです。いやでもすごい、こうして今はね来ていただけているなんて、ネバラジに来ていただいてお話できて嬉しいです。嬉しい、知ってもらえたね。うん、知ってもらえた、よかった。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、今回だってさ、うん、いつもはまあハウスの子供たちとかさ、あとはママとかね、うん、だったけど、ね、まさか鬼サイドのキャスターさんに来ていただくという。まさかまさかですよね。ねちょっとドキドキ私たちもしちゃう。うんうんうん、ね、でも鬼なんだけどね、うん、ちょっとやっぱり謎な部分が、ね、ムジカはあるし、まだちょっとどこまでお話できるのかなっていう感じだけれども、もしかしたらね、今日ちょっと種崎さんとお話しして、ちょっとヒントが見えちゃったりもするかもなんて。ドキリドキ、気をつけなきゃな。ネタバレだけは気をつけて。たくさんお話伺っていきたいと思います。はい、ちなみに私たちが知ってる種崎さん情報、ん、私は、うん、あのまああのね、ヤクネバもさ、ノイタミナのアニメじゃない、うんうん、ノイタミナのアニメがもともとめちゃ好きなの、声優になりたいと思う前から、うんうんうん、だからもう一方的に種崎さんのことが好きすぎて、一方的にちょっと知って、あ、ノイタミナさんにはお世話になってお世話になっておりまして、ひよりちゃんがいつも以上にふわふわしている、うん、やばいんだよね。やばいんだけど、緊張めちゃしてるんだよ。あ、緊張は私の方が多分してるんで、私も一方的に2人のことはあの他ので見てきたというか、なんとか見ているというか、私が緊張、私の方が緊張してるんで大丈夫です。本当ですか？上回っていくんで大丈夫です。緊張上回ってどうすんだって感じです。今ちょっとほぐれました。ほぐれました。よかった。ちょっと私がさ、浮き足立ってたらさ、うん、こう肩ガッて掴んでさ、地面にベッてして、うん、あ、分かった。ちょっとアクリル板でさ、できないけどディスタンスがあるけどね。こちらジェスチャーで。すみちゃんはね、収録も一緒だったもんね。うん、私はそう、収録も一緒で、あのこの間第1話放送の直前に LINE ライブをこうやらせてもらって、その時にね、すごいね、お茶目な方なのかなって。あ、 お茶、いい言い方をしてくださって、なんかもう変なやつなんですよ。すみません、本当に。なんかね、最初こう
あの何自分の自己紹介するときにこうフードをねこう目のところまでかぶってそう、そう謎めいた感じで無地化役の種崎あつみですってこう入ってすごい可愛いと思って素敵だね。すごいあれを可愛いと言ってください。いやすごい可愛かったですよ。みんなコメントとかわー可愛い無地化だってなるよね。やってよかったよかった。全然もう今日もあの全然緊張なさらずよりしっかりしたい感じで、うんはい、もう大人だな。なんか大人だな。さすがです。はい、楽しくやっていきましょう、はい、種崎さん今日はよろしくお願いいたします。それでは種崎さんとお届けする約束のネバーラジオ、どうぞエンディングまでお付き合いください。約束のネバーラジオ、まずは種崎さんと一緒に最新話を復習。おさらいのネバーランド無事かよ。すごい。これ BGM が本当いちいち全部素晴らしいですね。すごい、いや音が、ね、鳴るたびに種崎さんがクスクスっと笑われているのを見て、曲が素晴らしい。その劇版をね、使用しております。素晴らしいよ。はい、ということで、はい、先週放送された約束のネバーランドシーズン2第3話をほぼほぼタイムラグなしで復習します。はい、うん、ここからはストーリーのネタバレがたっぷりです。まだ3話を見てないという方は再生カーソルを無地化の包み込むような優しさ分くらい進めてください。どんぐらいだろう。毎回ここちょっと謎なんですよね。遊び心が。第3話では鬼からかくまってくれたムジカ・ソンジュとの別れ、さらにはミネルヴァさんが残してくれたシェルターの存在がストーリーを大きく動かしました。たった6日間の間に芽生えたソンジュ・ムジカとの友情、レイはソンジュとチェスで対決、軍配が上がったのはレイ。ソンジュにお前は立派な選手になれると太鼓判を押されていました。一方エマはハウスの子供たちの写真をムジカに見せて家族を紹介。フィルを一番に紹介してくれた。ありがとう。どういたしまして。やっぱねフィルなんだよね。やったぜ。可愛いんだからもう本当に。さらにエマとムジカはお互いの深い話を打ち明けます。エマはノーマンとした約束のこと、ムジカは人間を見たのも話したのもエマたちが初めてだったこと、友達になれてよかったと笑い合う二人が微笑ましい。ここでちょっと種崎さんに質問なんですが、はいはい、改めてこのムジカというキャラクターをどういうふうに思っていますか。なんか演じ方とかお芝居の方向性とかっていうのはどういうふうに決めていったんでしょうか。原作大好きで全部読んでいいって全部知っているからこそのなんですけども、ですね、はい、エマって、うん、なんでしょう、めっちゃ強くてめっちゃ優しいじゃないですか、はいはい、もうなんて表したらいいか、もう母なる大地というかなっていうか確かに母っぽさはありますよね。包み込んで引っ張っていって、そうママのような、うん、そう大きい器、懐の深さを持ってる子で、全然違う2人、まあ、人間と鬼ではあるんで全然違う2人なんですけど、うん、違うけど同じぐらいのそういうものを持っていたいというか、なんというか、わかる気がします。その懐の深さといいますか、まあ長く生きているんでしょうから、鬼なんでね生きているんでしょうから、そういうのもあるとは思うんですけど、なんかそれもあって、いやどうしようかなって思っていたんですけど、友達にどうやったらなれるかなっていうのを思っていたというか、もうまさにこの第3話 その家族の話をしてくれてる時とか、はいはい、なんやろ、なんか年齢感的にはどうなんですか。エマと同じくらいの年齢感ではあるんですかね、うんうん、それもまあ鬼だから違うのか。年齢感ではあまり考えなかったんですけど、うん、このムジカとソンジュとの出会いが何でしょう、エマにとって大きいものに なるじゃん、なるにはみたいなのがあってなんというか、だからあの家族の話してる時とか
なんかもうどれだけ生きてきただとかこれまでのこととか関係なく、うん、なんか本当どうやった友達になれるかっていうか、なんでしょう、を考えてはいたんですけど、うん、なんかフレンドリーに最初テストでやったら、うんうんうん、ムジカっぽさというかこの、うんうん、不思議な感じというか、うんうんうん、をもうちょっとってディレクションで言われたんですよ。いやでもすごく難しくないですか？うんうん、お友達になるような関係性っていうか、うん、その精神を持っていなきゃいけないけど、うん、ミステリアスがあって、うん、どちらかというとイザベラに近いママみがあって、ね、うん、エマも確かにママっぽさはあるけど、うん、全然そこは違うから、うん、それをね全部凝縮しなきゃいけないムジカって相当難しさがあるだろうなと思ったんですけど、でもねぴったりだなと思いました。特に私あの第1話の一番最後の話し方、最後、そうそう、あのミステリアスさはどうしたらあんなに出るんでしょうって思うぐらい。でもあれもあのディレクションでもっとミステリアスにって言われてあしましたからね。いやなのでこの自分が考えてたフレンドリーに友達にっていうのよりはこの演出的なことでミステリアス部分をまだあの大事にしといてほしかったんだろうなっていう、こう先々どうなるか、ちょっと第3話で一旦こうムジカとソンジュあのバイバイってしちゃったので、ちょっと先のことはまだは知らないんですけど、そうですね、はい、3話でもねちょっと、うん、最後の方謎な感じまた出てきたから、ね、ソンジュとの会話でね、うんうん、この先どうなるか楽しみ、楽しみ、楽しみです。そのわけでね、さっきお話にも出たけど、うん、ついに別れの時が来まして、ムジカお守りとしてエマにペンダントを送ります。みんな二人と別れるの寂しそうだったね、うん、ムジカがエマに送ったペンダント、あれは一体何だろうということで、なんか皆さんがずっと大切にしているお守り代わりのものはありますか？ありますか？なんかお守り、お守りじゃないんですけど、うん、家にずっと置いてあるこれ沖縄に、あ、シーサーか、一緒、私もシーサー飾ってます。こんぐらいのやつ、かわいいやつなのね、ちっちゃいやつ、口開けたり閉じたりしてるやつですか？そう、あれ、やばい、すいません、シーサー私家飾ってなくて、口開けたり閉じたりするやつだけど、なんか仕事全然あのなかった頃、貧乏だった頃にこれなんかこれがあると仕事をもらえるようになるらしいよみたいなのを、その時お世話になっていたお仕事先の方にいただいて、ほんまかいなと思って置いてたらなんかいいことが増えていったような気がするっていうのがあって、シーサーパワー、なんかずっと持ってますね。すごい、ほんまかいなですけど。でも私もそう、可愛いやつ、うんうん、緑色のちょっとカラフルな感じのシーサー2匹と、あと自分が修学旅行に行った時に作ったんですよ、シーサー、シーサー土で作って、もうなんか歯とかどんどんボロ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 落ちてくるんですけど、それを豆にこうね、あの接着剤でつけて、あのずっと飾っているから、うん、計3匹のシーサーがうちの玄関には、多いな。でもね、なんか守られてる感じはすごくします、シーサーいいですよね、いいですね。その土のシーサーって崩れていかないんですか？その何年も、あ、崩れていきます、崩れていきます。だからどんどん、マジの土なんですね。そう、マジの土なんで目とかも取れちゃって、いやなんか腕とかもなんかどん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 ここに隙間が、肩のところに隙間ができてきて、もう楽にしてやれよって土に返すべきでしょうか。まあでも生きてるうちは、もうちょっと、もうちょっと頑張ってもらおうかなと思っています。いいね。ひよりちゃんなんかあります？私、うん、私はあの巫女のバイトをしてたから、してたんですよ、地元で。そうなんです、だからなんかそこで勤めてた先の、うんうん、あのお守りとかはやっぱ大事にしてて、うん、そこからなんかお守り買ったりとかはなかったんだけど、うん、ちょっとなんか神社見つけたらなんか買ってみようかなって感じで、そうなんだ、お守り入れたりしてる。今年はまだ行けてないね、なかなか私も行けないけど、うん、いつかゲットしたい、今年のお守りも、ね、お守り持ってるとやっぱね心強いもんね、うん、大事、うん、そうで、うん、では復習に戻ります。しかしひとしきり別れを惜しんだ後、ソンジュが驚きの発言、もう一度食いてえな、
腹いっぱい人間をよう真似してるちょっと真似しようと思ったけど無理だった。神尾さんのあのボイスは出ない、うん、サンジはエマたちのようないわゆる養殖ではなく野生の人間であれば喜んで食べたかったそうです。怖い怖い。ムジカはサンジの話を聞いて肯定も否定もしませんでしたが、どう思ったんでしょうか。食べたかったのかな、ムジカちゃんも。どうなんでしょうね。ムジカちゃんが食べてるところは見たくないなここで一度は食べてみたい天然物はありますか皆さん天然物いろ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 ありますね。うなぎ、うなぎですね。うなぎ食べたい。私もうなぎ食べたい。三大珍味って何と何て言うんですっけ、トリュフとフォアグラ、キャビア、キャビア、あ、それら、それら天然物あんま食べたことないな、私も三大珍味、うん、いやなんかさ、普通にさバチバチに養殖も美味しすぎて、あまりなんかその天然物というよりも、いや美味しく食べられるのはであれば何でも食べさせていただきたいですよって気持ちに言っちゃうから、確かに、ね、全然養殖そのままでいようよみんなそれでそうなんですよね、そうでいいよ、うんうん、美味しいものを食べたいわ、うんうん。なんか養殖といえば、うちのお姉ちゃんが一回ね、うん、みんなでテレビ見てて、なんかニュースかなんか見てて、うん、うなぎは最近養殖が増えてきましたねみたいな言ってた、うなぎって和食だと思ってた、おお姉ちゃんそれがね、すごい今ね、蘇ってきたんだけど、かわいいね、そう、なんかそんなこともあったなと思って、かわいいそっちの養殖じゃないけどね、そっちの養殖じゃない、でも、ねはい、全然美味しいんだな、天然食食べれる、うん、でもそんなわけで、子供たちはですね、ミネルバさんのペンが示した B06321 点を黙々と目指しております。ここでふと湧いた疑問、クリスティの方向感覚はどうなってんですかって感じで、すごいよねこっち、あのこっちだよこの方角だよって、すごい、私はあのとても方向音痴なので、私もです。あ、やっぱりですか、方向音痴が揃っちゃったっていうか、なんか難しいよ、難しい、分かんないもん、もうなんか地図とか見てもたどり着けないことが多々ある、逆にじゃあなんかこれだけは自信がある丸々感覚とかってある人います、なんだろう、ありますか、あのか何感覚って言っていいか分かんないんですけど、うん、昔まだバイトしてた頃、ランチ営業のバイトしてた時、ランチってなんだメニュー数が少ないんですよ、はいはい、4つぐらいしかなくって、うんうんうん、狭い店に30人ぐらいわっとお客さんがいても誰が何頼んだか覚えられる、という、すごい、これは何能力なんやろうっていう、記憶力、記憶能力、なんかそのお客さんのいた場所、いる場所にその絵が見えるというか、すごい、これは何の能力なんだろうっていう、記憶なのかな、何なんだろうね。え、それはなんかそのご飯屋さんに限らず他のところでもなんかあるんですか、見えちゃうみたいな。いや、あ、でも一回行った場所は絶対忘れない、わーすごい、昼に行けば、あ、でもなんかそういうの、え、昼に行けば夜やと真っ暗で何もあ、そうかそうかそうか、頭が覚えてない、でも映像としてちゃんとこう頭に入ってくれば忘れない。でもありますよね、そういうのね、うんうん、ね、なんか名前あった気がする、うん、あ、そうなの、そう、一回ね、見た気がするんだけど忘れちゃった。でもね、何々感覚とか名前ついてたりするもんね。え、じゃあなんかその例えば勉強とかで、うんうん、教科書を絵として覚えるみたいな、そうなんですか。です、すごい、羨ましい。でもそれは瞬間的なやつ、ランチのそれもなんすけど、一瞬バッて覚えてすぐ忘れちゃ うーん、テストもだから。でも直前に見ればいいみたいな、あ、身になってない、なるほど。でもその教科書通りにテストに出てきてくれたらいいんすけど、違う書き方とかされてると思って、あ、面白い。なんか専門学生の時にその表現のアウトプットみたいな勉強の時間になった時に、うん、なんかテストみたいなのを受けさせられて、うん、なんか耳からの情報が強い人、目からの情報、匂い、味とかで、なんかバロメーター、あの蜂の巣みたいなさ、あの自分がどこに特化してるかによって、そのお芝居の気持ちとかをなんか思い出す時にトリガーとして、じゃあ自分は匂いなのかとか映像なのか音なのかとかをなんか把握するっていうのを意識して、じゃあアウトプットしてみようみたいなのをやったことがあってそりゃでもね、ちゃんとなんかそのそれを発見した先生の名前で何々式テストみたいなのあるらしいんですよ。で、何やったんですか。私は映像でした。
あ、じゃあ一緒だ。やっぱりだから視覚情報、視覚なんだ。強い。気になる、やってみたいね。そういうの、うん、何々感覚ね、ね、やってみたい、知りたい、自分の能力ちょっと使いたい、うんうん、ね知って使いたい、はい、そしてついに目的地点にたどり着いた子供たち、ミネルバペンに暗号を入力し地図が示す場所へ向かうと、なんとだだっ広い荒野に地下への入り口が出現、うん、真っ黒な廊下を歩き、ようやく室内にライトが灯ると、あるわあるわ、周囲を見張れるモニター、十分な食料、お風呂に畑に資料室、わさわさ、そうです、ここはミネルバさんが用意してくれていたシェルターだったんです、うん、ここお風呂ね、ね、お風呂めっちゃ可愛かったね、涼しいね、キュンキュンしちゃった、しばらくこの場所で暮らせると確信したエマたち、その傍らレイは無線機を発見、ハウスからの定時連絡を聞き取ることに成功しました。しかし残念ながらイザベラやハウスに残ったフィルたちの現状を知ることはできず、その後もシェルターでのびのび時間を過ごしていると、次々隠し部屋の存在が明らかになっていきます。中には壁にヘルプの文字が書かれた部屋も、さらに別の部屋では突然電話のベルが鳴り響きます。エマが恐る恐る受話器を取ると、聞こえてきたのはガチャ、ウィリアム・ミネルバです。あ、ここで3話が終わっちゃったもうほんと毎回気になるとこで終わる、ついにエマはミネルバさんと会話することができるのでしょうか。電話がつながったままストーリーは第4話に続きます、うん、電話料金が心配という終わり方をしました1週間別に電話がつながっているわけではないんですが、ここからずっともうそこで止まってるわけではないんですね。そうね、あ、違うか、そうですか、そのまま終わっちゃったよ、終わっちゃったよ。でも、うん、ウィリアム・ミネルバさんついに来ましたよ、ね、声だけだけど、あのずっとね探してきた、ね、一気からね、もう、うん、ね、我々の希望ですから、うんうん、どうなんでしょうか、ドキドキなんですけれども、ドキドキ、一体どうなるかというのはですね、続く第4話、うん、今週木曜日1月28日オンエアで確認できますので、どうぞお楽しみにしていてください、はい、楽しみに。この後はリスナーさんから届いたメールをご紹介していきます。続いては GF メール、あーなんか浄化されちゃう、しみるしみる、聖母のような無事かで GF メールいただきましたリスナーさんから届いたグレース普通のメールをご紹介します。種崎さんも一緒にお付き合いください。はい、では1つ目です。ネバラジネームフルスコア組に入りたいさんからいただきました。ありがとうございます。諸井さん、小野さん、そして種崎さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。約束のネバーランドシーズン2の1話見ました。ハウスを出たエマたちがこれからどう運命に立ち向かうのか気になって、早く続きが見たいです。1話でのエマの自由ってなんて美しく、なんて過酷なんだろうというセリフは、自由を手に入れたエマだからこそ言えるセリフ、言える言葉だなと思いました、うん、皆さんは自由を感じたり、美しいな、過酷だなと思ったことありますか、とのことです。すごい、すごい質問ですね確かにやばい、のほほんと生きているからな自由を感じたり、なんだろうな、でもそれこそあれですか、なんか自由研究じゃないけど、うん、私今大学生なんですけど、うん、やっぱり手を仰がれているなんかね、レポートとかでも自由って言われるともうさあってなっちゃう、ルールをくれってなる、ね、ルールをくれってなる、うんうんうん、それでなんかね、過酷だなと薄っぺらい自由と過酷が、過酷だなと思うけど、うんうん、なんかありますか皆さん、ね、自由を感じて、養成所とかにいた頃って何かをやったら絶対何かを言ってもらえるじゃないですか。現場に出たらもうあのプロだから、なんかやってることプロとしてやってるから、それに何でしょう、向こうもプロとしての指示はくださるけど、
なんか何にもない時とか逆に不安になっちゃったりするじゃないですか。それもこれに当たるのかなみたいな。当たると思います。なんか特に今、うん、オーディションとかも、うんうん、テープのオーディションがすごく増えてるじゃないですか、うん、スタジオに行けないから、うんうん、なんか全くディレクションなしで自分でね、うんうん、想像してそのキャラクター作って撮って送るって超難しいと思って。私もディレクションがないと割と何もできないタイプっていうか不安になっちゃうタイプだからすごく気持ちわかります。あ、よかったです。ニコリと笑顔になられた。諸星さんと一緒で嬉しいです。私でも役ねば少ないくないですか。結構ディレクション少ない少ないですよね。やっぱそうなんだ。うん、少ないと思う。つるっと取れちゃうもんね。うん、つるっと取れちゃうから。でも最初その、1話のアフレコに行った時に、うんうん、これは言うことないわって思いました。いやいや、なんか始まった瞬間あのあれは地下、はい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 、地下だって思いましたもん。エマとレイのセリフでうわ急に場所が変わったって思いましたもん。本当ですか。親何も言うことねえわって嬉しい。なんかずしってだってあの LINE ライブの時ちょっと言い方を間違えてこう命がけでみたいなのをこう言い方合ってたのかなってずっとあの後反省してたんですけど、あの時も言いましたけどエマとレイがいるわと思って。いやそれはもうこちらも同じこと思っていました。お二人のがあったから、あここはあのちょっと暗くってあのこの明かりがこのなんだこの明かり、うんうん、ランタンランタンみたいなのがないと歩けないぐらいの暗い場所なんだなみたいなみたいなのが全部想像できてすごいなって思いました。いや嬉しい。すごい。あの私種崎さんこのお芝居超好きなんですよ。やでーやでー。もう本当に声音が聞くだけでその場の雰囲気が変わるっていうか、うん、スンと、うん、なんか埃とかが全部下に落ちるみたいな感じがしてすごく通るんですよね、うんうんうん、何も障害物なく自分の耳に入ってくるっていう感じがするから本当に神様のお告げみたいな感じで雑音とか抜きに自分の中にダイレクトに入ってくるっていう感じがしたからすごい。それは私も声の雰囲気というか表現がすごい好きです。それを言い出すのはあのここ褒め合いになっちゃうからもう私止まらないですよ。諸星さんについて語り出したら止まらないんでご褒美にしときますか。そうですね。ごめんなさい。いやだ何の話してたんだっけ。メール読みましょう。次のメール行きましょうか。ではもう一通行きましょう。ネバラジネームママ候補さんからいただきました。初めてメールします。ありがとうございます。ありがとうございます。役ネバの公式ツイッターで劇場版の裏話としてエマやノーマンの髪色に近づけるために何度もウィッグを染め直したことがつぶやかれていました、うん、その道のプロであっても試行錯誤しながら完璧を目指してるんだなと思うと世の中のプロって本当にすごいんだなと尊敬します、うん、皆さんはどんなプロに尊敬しますか。ぜひ教えてください。プロね、プロね、たくさんいますよプロね。世の中プロだらけだもんね、うん、何かありますかプロ、憧れるプロ。私は本当になんかねこのなんか同じ業界にいてさ、うん、なんかこんなんでいいのかなって思う時もあるんだけど、うん、もう普通に声優さんすげえって思うことばかりだよしちょっといやーわかる。あんたもやでって言われたら何も言えないのだが、うん、あんたもやで、いやいや何も言えねえそう。いやでも声優ってすごくなんか職人っぽい感じするなんて思う、うんうんね、技術がすごいよね。なんか、うん、私あのなんか忘れられない出来事があるんですけど、百年場の一期の収録が終わった時に、うんうん、あのちょっと小さめの打ち上げ旅行みたいなのを行ける人たちで計画して行ったりしたんですよ、うんうん、でそこであの夜に、キャストのみんなでなんか、うん、なんだっけなんていうゲームだっけ、はーっていうゲームっていう、うん、ちょっとあの、うん、カードゲームボードゲームみたいなのがあって、うん、なんかあのはーっていうセリフを、うん、あの何パターンか手元にあって、今のはーはどの状況の時のはーでしょう、うん、みたいな遊びがあって、うん、それを持って行って遊んでたんですよ、うん、でその時に確かすみれちゃんのターンで好きっていうっていうターンがあったんですよ。でその中でなんかちょっとこう幼馴染の子が言う好きとか、うんうん、あの後輩が先輩に言う好きとか、うんうんうん、あとなんか美味しそう好きみたいな、うんうん、ちょっと軽めのニュアンスとかがあった中で、
すみれちゃんが言ったのがもうみんな満場一致で絶対にこれって分かったのが、うんうん、バーで隣に座ってる人にちょっと色っぽく好きっていう、嘘、そんなやったやった、覚えてる、私本当に覚えてる、うん、その瞬間私は今までこうね、ねばらじとかですみれちゃんと話しててやっぱ年が一個差近いのもあって、うんうん、なんか年相応のすみれちゃんしか知らなかったのがバーだここはみたいな、うん、全然覚えていない、色っぽいぽいと思って、いやで一気にそこから一気の収録の第1話の時のこととか思い出したんですけど、うん、もうなんかスミレ色になるの、なんかもうアフレコのブースが、うん、なんか今日すごい嬉しい回なんですけど、うん、私ただただそうで、役ネバ参加してた時は私まだ声優になって1年目2年目とかだったから、うん、なんか皆さんどんな風にお芝居されるんだろうぐらいの気持ちでちょっとアフレコ行ってたのもあったんだけど、なんかもう圧倒みたいな、へえ、もうめちゃめちゃ衝撃的だったの、そプロってすげえって、いやでもあれ楽しかったよね、ハーっていうゲーム、うん、楽しかったやっていただきたい、種崎さんにも、いえ、あとなんかそんなトマトマトとかもやったっけ、やったっけ、トマトマトっていうカードゲームがあるんですよ、なんか柄が書いてあって、うんうん、扉のトと、うん、あと悪魔の魔と、あとトマトとあとマト、うんうん、っていうカードがそれぞれあって、こう出たサイコロの目の数分どんどんそのカードが増えていって、うん、なんかトマトとトマトママトトトママトみたいな感じで出たカード順にこう読んでいかなきゃいけないっていう滑舌がすごく試されるやつなんですけど、それ本当ボロボロにダメで、私滑舌に関しては本当にダメで、それをねサラサラという声優さんというか確かにプロだなって思うんで、ぜひいつか一緒にカードゲーム大会しましょう。そうですね、面白そう滑舌か、普通は滑舌いいイメージあります。あ、あります、うん、え、根崎さんめちゃめちゃ綺麗に喋りますよね、うんうん、いや、まあ、役による、よります、役によるいや、わかる、それも私は全てのプロの方を尊敬しています。あ、素晴らしい、素晴らしいまとめが、良いまとめで、はい、自分ができないことができる人全てを尊敬しています。いや、確かに、はい、その通り、素晴らしい、はい、ということで今日のメールは以上です。はい、この番組ではヤクルマのご意見ご感想はもちろん、私たちへの疑問質問応援激励などなどメッセージをお待ちしております。ヤクルマ公式サイトのメールフォームから送ってくださいね。お待ちしてます。続いてはパワープレイの脱出劇、抗えリスナーの運命に。誰ちょっと待って、びっくりした、びっくりした、びっくりした、すごい巻き舌だった、ね、あらって、すごい、ちょっとああいう言い方できるの、次からちょっとやってみよう私も。ハウスから脱出をもくろむエマたちのごとく、リスナーさんをつきまた運命から脱出できるよう私たちが手助けしていきます。今日は谷崎さんにも助け舟を出していただき、力を貸していただき、よろしくお願いします。お願いします。全勝します。それでは早速読んでいきましょう。ネバラジネーム若草さんの運命です。そこから先は、あこんにちは。こんにちは。私は去年の再放送でヤクネバにドハマりしました。しかしアニメしか見てない私とは違い、コミックを持っている友達は後の展開を知っています、うん、なので友達とヤクネバの話をしたくてもネタバレが怖くてできません。ネタバレが怖い、でも友達とヤクネバを語りたい。この運命から抜け出すにはどうしたらいいですか、教えてください、とのことです。ネタバレか、ネタバレ怖いね。私ジャンプを読んでいてですね、ちょっとこの約束のネバーランドが連載していた時に、で貪欲の植木さんがコミックス派なんですけど、うん、なんか植木さんに会った時にうっかり、うん、いや今週のジャンプやばかったですねとか言って、あ、僕コミックスあ、僕今日もコロさんと喋ないですすいませんすいませんってなって、ちょっとね話す方も時々聞いちゃって、うん、そう、なんか私たちはさ結構ネタバレしちゃわないかっていうドキドキの方が多くないですか、うん、普段やっぱり、ムジカとか今特にそうだと思うんですけど、そうですね、生配信とかの時の緊張感ったらない、ね、ついポロッと出ちゃう
から本当出ちゃうんだよ私。ダメなんですね、法律にない罪みたいなもんだもんね。そう確かに確かに、それが全くネタバレが気にならない人間なので私は。分かります、全然大丈夫だからこそそうじゃない人もいるんだよなって思うと怖くて何も言えなかった。ラインライブネタバもうなんか何も言えなくなったらかぶれかぶれフードをかぶってパーカージュニアになるしか、ごまかすっていう。確かに。でもあとそれこそ植木さんと話して思ったのが、うん、どこからをネタバレとするのかも人によって違うから、いやこの先やばいですよね、もう人によっては、あーそっかそっか、それネタバレですみたいな、うんうん、あー難しい。そうネタバレ、うーん、この若草さんに関してはコミック読んだらええんやないのっていう根本的なやつはあるんですけどね確かに、まあ、確かにそうなんですよね。でもそうじゃなくなんですね、まあ、アニメで初見でっていうのが多分そのドキドキハラハラ感っていうのもあって好きなのかな。逆に後からアニメで見てここをコミックでこうなってたのかとかしたかった、うんうん、あ逆に ね、 するとね、確かにそれはちょっと怖いかも、うんうん、これもじゃあ、 あの囲いを作ったりとか、ん？囲い？話の囲いをこうやべ、また私やっちゃった。やばい。また今日とさせて。種崎さんも今から、ここからここまでの話をします。あーなるほど。その前後の話は絶対にしませんみたいな。それこそ例えばじゃあ今からエマがいかに可愛いか、エマが可愛かったか、どこのエマが好きかという話を、じゃあ3話から5話の間でします。その前後の話は絶対にしてないでくださいあでもそれが一番安全かもしれない。先に自分がネタバレするっていうね、アニメで私はここを見ました、ね、アニメではこうなりました、さあ話しましょう。枕言葉にこうアニメでってつけるとかね、アニメでは、あ、うんうんうん、アニメではね、アニメではね、うん、みたいな確かにね、そうコミックスのネタバレみたいなね、アニメとはこう違うんだよっていうネタバレも怖い場合は確かにそれ大事かもしれない、うん、つけたりとかね、自分からね最初に言っておく、それだ ね、もうそれしかないもん、それしかない、それがもうコミックス読むかどっちかね。ということで打開策が決まりました。ネバラジネーム若草さん、あなたはこうすることで運命から脱出できます。話の囲いを話す前に宣言しましょう。すごい、すごい声の凄みもすごかった。楽しかった、ね、楽しかった。これはもう悪だろうと思いましたね。鬼感出したかったんですけど全然それとは違う声になってしまいましたなんか昔話の鬼って感じですけどやっぱゲストさんいると強いね強い、楽しいや、いや楽しい。開かない時もあるんですね。開かない時もありますなんならそっちの方が多いぐらい、本当にね、ありがとうございますということで本日の運命はこれまで。このコーナーではあなたに付きまとっている運命を募集してます。公式サイトのメールフォームからメールを送ってくださいね。以上、あらがえリスナーの運命にでした。お送りしてきました約束のネバーラジオ、エンディングのお時間です。谷崎さん今日はありがとうございました。いかがだったでしょうか。はい、ゆるくていいと思いますとてもゆるくて、やっぱりね、もうゆるさが取り柄なんで、ね、このラジオはなんか BGM で全てがこう OK になる感じがあります。確かにこれね、最後のエンディングの BGM いいよね、のほほんとしててね、のほほんとしてて、いやでもなんかいろんな面が見れた気がするすごい楽しかったです。いや、あ、私も本当に来るまで死ぬほど緊張してたんですけど、ゆるいぞここはって思ってほぐれていきました。ぜひね、またムジカがいっぱい出たら来てほしいなって。いっぱい出るといいですね。もう先のこと本当何も知らないので、うん、そうですね、どうなるやら、また来てほしいなと思います、ね、私たちも楽しみです。はい、はい、ここでヤクネバからお知らせです。種崎さんも一緒にお願いします。はい、毎週木曜25時25分からフジテレビの痛みのほかで約束のネバーランドシーズン2が放送中です。 Amazon プライムビデオでは見放題独占配信中、ぜひご覧ください。そして約束のネバーランドシーズン2ブルーレイ &DVD 第1巻が4月7日発売になります。特典には約束のネバーラジオ特別編を収録、ゲストにレイ役の伊勢マリアさん、
ノーマン役の内田真彩さん、ソンジュ役の神尾慎一郎さん、そして今日来てくださったムジカ役の種崎敦美さんをお迎えします。詳しくは約束のネバーランド公式ホームページをご覧ください。また約束のネバーランドシーズン 1&2 オリジナルサウンドトラックは2月24日発売です。はい、続いてグッズ情報です。ヤクネバとラスカルのオリジナルコラボレーションアートを使用したグッズが販売中です。最新情報はヤクネバおよびラスカルの公式サイトをご覧ください。さらにヤクネバの公式アプリゲーム化が決定しているほか、現在神奈川県を中心に運行しているカナチュータクシーとのタイアップを実施中です。乗車された方にはオリジナルグッズをプレゼント。どちらも詳しくは公式ツイッター公式ホームページをチェックしてください。はい、次回のネバラジは来週2月1日月曜日更新予定です。引き続き各コーナー宛てのメールお待ちしております。それでは次回も運命に抗っていきましょう。ここまでのお相手は約束のネバーランドエマ役の諸星すみれとフィレ役の河野日和と、そしてゲストのムジカ役種崎敦美でした。